OK ホンダ。三宮、あれ？はい、というわけでやってまいりました。皆さんご機嫌うるわしゅうございます。本題宿泊しております。とりあえずね、今日はあのマッサージにね行こうかなと思ってます。いつもねテモミンっていうところに、まあいつもというかたまに気晴らしで行くんですけど、結構ね肩がね私凝っちゃうんで、たまに利用させてもらってます。今からこのパーソナルアシストで、駐車場の、ところまで、ナビ、予約してみようと思います。 OK ホンダ。三宮、あれ？あ、電源が切れた。はい、こんな感じで。ちょっと今びっくりしました。では、パーソナルアシストで、駐車場の方へ向かってみようと思います。充電がね、できる無料のところがありますんで、行ってみようと思います。OK、ホンダ。三宮中央通り駐車場まで案内して。三宮中央通り駐車場が見つかりました。こちらを目的地に設定しますか？はい、三宮中央通り駐車場までご案内します。では行ってきます。いや、おとついがね納車で、まだやっぱね慣れてないんですけど、いろいろ慣れてないです。やっぱり気になるのが電池の残量ですよね。そんなにね走ってないんですけど、電池容量がなんかみるみる減っていくんですよね。最初ね嬉しいんで楽しいんで、アクセルぐいぐい踏んじゃうんですけど、やっぱりねこう日々乗っていこうと思えば、やっぱ電池残量をちょっとでもね減らないようにしていかないとダメなので、アクセルワークも変わってきますよね。で、このシングルペダルね、これをやっぱ多用するような感じになると思いますね。昨日ね六甲山登ってきたんですよ。帰り下りの時にかなりね充電がね逆に溜まっていったんですよね。このシングルペダルでね、下り坂ずっとね行くとね、減るどころか充電が増えていくという現象になりました。なのでこういったね平坦な道でもできるだけこの止まるときはこの回生ブレーキ、シングルペダルを使ってちょっとでも後続化の距離を伸ばすといった感じの運転になると思います。で、結構効くんですよねこの回生ブレーキのねブレーキの感覚が、横に乗ってる人はねこうグーンってなるぐらいね効きます。で、こう走る時もねこうじわーっとねアクセルをじわっと踏む感じです。まあ、この辺はね前のハイブリッドカー乗ってた時も実際そうでした。運転する時はなるべくガソリン使わないようにねじわっと踏む癖が実はついてたので、まあその辺はねあんまり前と運転の感じは変わらないですね。やっぱね今後どういう感じになりますかね。こう駐車場をね探すにしても200ボルト電源が取れる駐車場を主に探しながら生活の方していくと思いますね。家にねコンセントさえあればねいいんですけど、私の場合急速充電に頼ってますので、外で買い物とか今日みたいなマッサージとかね行く時に必ずやっぱ調べますよね。で、そのちょっとの時間の間でも充電できればなという感じです。で、意外とね駐車場は200ボルト電源ってね無料のところが多いですね。今から行くところは三宮なんですけど、駐車場で200ボルト電源が無料のところは3軒ありましたね。意外と街中でしたらあります。ただねこの200ボルトってねほとんど1時間充電してもメモリほとんど増えないっていうねいう感じなんで、やっぱ充電集中してしたいなという時は急速充電になりますよね。お、前に積んでるのあれレクサスの、LC か LC500、 すごいの買ったな。どっかに運ばれてきますね。オープンカーですね。しかも OK ホンダ。
到着時間を教えて。到着までの残り時間は13分です。到着予定時刻は午前11時27分です。そうそう、ここの地下駐車場にあるんすよね、200ボルト電源の、しかも無料ということです。ここはあの平日で30分250円ですね。まあ、あの電気代は無料なんですけど、駐車場代はかかると、まあ、当たり前の現象が起きておりますが、まあ、ちょっとでも得した感はあるよね。充電器ありって書いてある。どこにあんねやろな。おーすごい、テスラが充電しとる。ちなみに今、充電が 60% です。お、11時32分、あ、ちょっと遅れ気味やけど、今から充電します。充電記録表にご記入ください。あ、なんかいろいろせなあかんねんな。いろいろマナー的なのがあるんかな。 200V やからこっちと。おお、いけた。これで今充電中になっとんのかな。ではマッサージ行ってきます。これテスラはね、この後ろになるんですよね。コードが長いところが必要です、前向きに止めると。いや、ちょっとね遅れ気味でティモムに到着ということで、いや今日はね肩コリコリなんで思いっきりやってもらおうと思います。本当背中凝るんだよな。いや普通のねマッサージですからね。ちょうどねあのお昼時だったので、地下にあるこの焼きそば屋さんが美味しそうだったので、ちょっとお昼ご飯です。いや目の前でね焼いてくれるので、ノーカットでどうぞ。では、いただきます。いや、焼きそばめっちゃうまかったです。あの長田のね、なんかぼっかけっていうね、なんかあのこんにゃくとか筋肉が入ってうまかったです。甘めのソース。まあ、今日はあのマッサージもしてね気持ちよかったんで、そろそろ本題に、戻りましょう。1時7分充電できてるかな。はい、今ねあのここ駐車場めっちゃ広いんで、あのどこに置いたかわからぬかだったんで、スマートフォンで検索しました。この機能めっちゃええわ。はい、戻ってきました。あ、鍵開いた。これ本当便利でいいね。今で 74%、航続可能距離166キロになりました。約1時間10分ぐらいかな。200ボルト電源でこれぐらい溜まりました。 14% 溜まったな。あ、ボタン押しの効果。いやほんと軽い、いいね無料充電。今日は2人だけですね、私入れて。昨日が日曜日だったんですけど、日曜日でも2人ですね。土曜日でも2人か。あ、意外とここ空いてるんやな。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。次回はね、あの IKEA の方にまたまた無料充電に行こうと思います。あそこはね、あの駐車場も無料で、200ボルト電源も無料なんですよね。買い物のついでにね、あの行ってみようと思います。前からね、あのパソコンを一回つなげてみたいなと思ってたんですよね。 HDMI コードがあるので、ホンダ E とパソコンをつなげて、どのような画面になるかなというのをチェックしてみようと思います。
いや、横長の大きいモニター、いろんな使い方ができそうで楽しみですよね。私ね、こういった電気自動車の動画をよく出しておりますので、よろしければ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は、マッサージと焼きそばを食べてきたでした。じゃあね、バーイ。